星野京介と小田弘樹の打ちトレは家の中で取り組みやすいトレーニングをシガレイクスターズの選手とトレーニングコーチが紹介する動画です。今日はどんなトレーニングをするんですか？はい、今回は、プランクという種目をやっていきます。このエクササイズは主に体幹周り、お腹周りの筋肉を鍛える種目になります。それではやっていきましょう。うつ伏せになり、手をつきます。つま先を立て、肘は肩の真下のポジションに来るようにしておきます。この状態から上体を上に上げて、体を一直線にキープします。一時停止してまた下に下ろします。上げた時は一直線のイメージです。腰が角に反ってしまったり、上体が丸くなってしまわないように注意しましょう。これがプランクになります。それでは一緒にやってみましょう。それではやっていきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、ラスト10。 OK です。今のは定番の体幹トレーニングでしたが、フォームは大丈夫でしたか？はい、星野選手は綺麗にできていたと思います。しかし一般の方には強度が高いと感じる方もいらっしゃるかもしれません。そういう方は膝をついた状態で同じようにしてもらうと同じような効果が得られるので、強度を落とした状態でチャレンジしてみてください。小田さん、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。健康な体づくりの秘訣ってありますか？はい、はい、毎日でも少しずつ運動をしていくことです。皆さんぜひ取り組んでいきましょう。レッツ打ちトレ。